ヴィンテージ世代の元男子絵描きのココでーす。私の経験上の話なんですけれども、心が壊れる時っていうのは辛くて悲しい時よりも希望を見失った時だなって思うんですね。今私は夜はやっぱり愛犬のことを思い出して、本当に今でもやっぱり涙が止まらなくなったりとか、たらればばっかり、あの時こうしてたらよかったなって、どうしてあの時一人で生かしてしまったのかなって、そういうことを考えて自己嫌悪になって、もうめちゃくちゃに泣くことがあるんですけれども、辛くて悲しいなって、誰かにそんなことないよって言われてもいろんなメッセージいただくんですけど、頭で分かってるけど、やっぱり辛くて悲しいんですね。でも心は元気です。皆さんのおかげもあるし、スタッフのおかげもあるし、龍は全うしたのかな。最後ちょっと辛かったけれども、欲を言えばね、もうちょっと生きてほしいなっていうのはあったけれども、私自身もものすごい介護に対して後悔があるかって言ったらそんなことはないし、よく頑張ったねって、ありがとうって感謝の気持ちしかないし、やっぱ辛くて悲しいんだけれども、心が壊れるっていうことはないんですね。心がちょっと疲れるなっていうことはあっても、心が壊れるっていうのはないなって。過去に私自分で自分の命を消してしまおうと思ったことがあって、長い入院生活をしてて、あの時どうして私の心が壊れたのかなって今振り返って見てみると、悲しいとか辛いっていうことってもちろんあったけれども、それじゃなくて自分に対して希望を見失ったっていうか、このまま生きてても無理かなって思った時に一線を越えたかなっていうのがあるんですね。だから心が壊れる時っていうのは、辛くて悲しい時よりも希望を見失った時なんじゃないのかなって思うんですね。そこで今日皆さんに伝えたいのは、希望を大切にすると心って保たれるって、それをお伝えしたいんですね。日々のちっちゃな希望っていっぱいあるじゃないですか。でもやっぱり人間もう生きてることが当たり前になって、見えてることが当たり前、やっぱりどん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 私たちって老化してて、若い時には当たり前にできてたことがだんだんできなくなってるなって、若い時にはこんなのすぐに記憶できたのに覚えられなくなってるな、体もやっぱりちょっとずつではあるけれども衰えてきてるなって、70代とか80代とかの自分を考えた時に何かが予想できるような、そういう年代になってるのかなっていうことを日々思うんですね。そんな中で、あ、若い時当たり前にできてたことって、あれ当たり前じゃなかったんだって、あんなに肌がきれかったことっていうのはもうすごいことだったんだって、まあそれでももうそこに対しての後悔はないですけれども、結構やりたいこと全部やってきたので後悔はないんですけれども、そんな中で今日が一番私たち若いじゃないですか、今が一番若いじゃないですか。そんな中で希望を大切にすると老後の心も保たれるんじゃないのかなと思うんですよ。若い方で言うと、今の心の希望を、ちっちゃな希望を大切に大切にすることで、この先の未来のあなたの心が安定するよって、あなたの心元気になるよっていうのを言いたいんですね。だから今やっぱり私の心はすごく満たされてるし、日々すごく幸せを実感できてるし、それは今に始まったことじゃなくて、40代の時の私がちっちゃな希望をすごく大切にしたから今のこれがあるのかなっていうふうに、それを実感したから今日この動画を撮りたいなって思ったんですね。やっぱり希望ってそのくらい人間にとって必要不可欠な存在だと思うんですよ。今の小さな希望を大切にすることが未来のあなたを救うことになるんだよって、特に若い方に言いたいです。なのであなたの周りにもし何かしらの小さな希望、こんな希望たかだか知れてるわと思う希望でも大切に持っておいてください。それが未来のあなたを救うことになりますから、希望をおろそかにしてほしくないなって、おろそかにしてるとは言ってないですけれども、大切にしてほしいなと思ったのでこの動画を撮っておきました。最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、何卒のよろしくお願いいたします。